だしは昆布がちょうどいい。殻付きが好ましい。味の密度が別格だ。薄い塩水を作り、むき身を投入。優しくゆすり洗いする。味噌。普段使いのもので構わない。混ぜると味が複雑になり素敵だ。酒で流す。これが土手味噌。鍋の縁に土手をこしらえる。几帳面するほど映える。次第に楽しくなってくるはずだ。豆腐、ネギ、おかわり必至、酒、添加、昆布だしを注ぐ、豆腐、ネギ、牡蠣を積んでいく、一味、土手を崩して中へ落とす、その量で味が決まる。いただきます。ぜひ味わってみてね。